ウィリアム・フォーセル、カービー・ウィリアム・フォーセル・カービーは、イギリスの昆虫学者である、ロンドン自然史博物館で働いた。昆虫学の著作のほかに、少年向けの博物学の著書を執筆した。フィンランドの民族女子史、カレワラなど、北欧神話の翻訳も言った。ロンドンの銀行家の家で生まれた。家庭教師から教育を受けた。子供時代から蝶などに興味を持ち。 18歳でマニュアル・オブ・ヨーロピアン・バタフライズという著作を出版した。1867年に王立ダブリン協会の博物館の学芸員となり、中高生林締目のシノニム目録が没したので、ロンドン自然史博物館の学芸員の仕事を継いで、1909年までその仕事を続けた。この間、ロッポラセろエキゾチカや、 エレメンタリーテキスト、ブック・オブ・エントモロジーなどを執筆した。自然科学の著作の他に、北欧やオリエントの神話、民話に興味を持ち、フィンランドの民族女子詩『カレワラなどを英訳し、同時代や後代の作家に影響を与えた。ありがとうございます。